伊比神社は、千葉県船橋市にある神社。式内社で、旧社格は、県社。通称は、船橋大宮宮。演技式では、くず飾り軍伊比神社の名称で、登場する。社名となっている、伊比の由来については、諸説ある。主なものを以下に示す。社殿では、慶光天皇40年、日本穂高の統制の折に、当地で、 東国平定の成就を祈願したのに始まると伝える。当時、当地の住民は日照りに苦しんでおり、日本穂高が合わせて、旧を念じると、雨が降り出したとも伝える。もともと同社では、地方の太陽神である、イフヒ神が祀られ、特に周辺の漁民の信仰を集めていた。国史の所見は、日本三大実録の上岸5年5月26日上で、 演技式神明朝では勝者に列している。後にこの一帯が伊勢神宮に寄進されてミクリアとなり、その死後として伊勢神宮の祭神であるアマテラス大臣を祀る神明社が現在の夏県内のヒ枝神社に建立されたが、ミクリアの衰退とともに神明社も捨て、伊フヒ神社に合祀された。その後、アマテラス皇大臣に対する信仰の方が強くなり、次第に、 一夫比神社の社名は忘れられ、もっぱら、船橋神明、船橋大見和宮と呼ばれるようになった。戦国時代までは、この地域で勢力を保っていた千葉市系の豪族と士が宮司を務めていた。現在でも千葉勢に改名し、同族が宮司を務めている。道神宮には、中世の文書が多数保持されていたが、明治神事に起きた。 母親戦争の船橋の戦いで社殿と共に消失してしまい、現存しているのは、千葉マントネの書状や、船橋ミクリア6ケゴーダのことという、王朝年間の文書など数点のみである。明治6年に、本殿、明治22年には、拝殿を再建された。明治5年に建社に、列格し、演技式神明庁に記される、伊吹神社の名に服した。朝廷、 将軍家などから数計を受け、平野正門、源、頼朝、徳川家康などが、車両の寄進や、車殿の造営、改修を行った。神宮の境内にある、時和神社には、家康の葉を収めた、家康木造が安置されている。近代では、明治天皇、大正天皇、昭和天皇などの歴代天皇も参拝に訪れている。 秋の霊祭として行われる法能相撲の歴史は、古く1590年に行われた徳川家康の上乱相撲に起源を持つ。当時、家康は下唄で時々、高刈りを模様し、宿舎として船橋に、理官が設けられていた。ある日、家康が相撲に戯れていた子供の姿を見て、これを称し、信仰深かった。 船橋大宮宮に奉納した者が起源と言われ、その後幕府自ら肝心元となった由緒ある素人相撲である。神宮の素人相撲は、強者が集まることで知られ、今でも統括出身力士の育成に貢献している。また、少し前までは、漁師をはじめとする熱狂的な見物客が集うことでも有名で、 判定に不服を持った観客が物を投げたり、行事をボコボコにし、満宿を着た若者衆と衝突するような光景も見られ、大いに盛り上がったという。最寄駅目熊不富神社には、以下の文社が存在する。米ヶ崎町目熊不富神社東町不ふ神社江戸名所図へ 1927P371 本社が登場する、文書本社が所蔵の文書。 ありがとうございます。